慶吉幽霊妻じゃあ一つすっかり初めから申し上げましょう。いやまったく私もこの年になるまで随分変わった世間も見てきましたがこんな恐ろしい目に出会ったのは天にも地にも これが生まれて初めてなんでしてところでむごい目にお会いになった旦那様のお名前はご存じでしたねそうそう新聞に書いてありましたな「平田祥二郎様」とおっしゃって当年とって四十六歳いや新聞もい 話の内容はまるで間違ったことを書いててもあれだけは確かでしたよ。N 専門学校の校長様で真面目すぎるのがかえってたった一つの欠点に見えるくらいの立派な厳格な先生様でございました。ところで今回のことが起き上がるしばらく前に。 ごになってお気の毒な最後をおとげになった問題の夏江様とおっしゃる奥様は旦那様とは10に違いの34におなりでございましたからこの方がまた全く新聞に書いてあったとおりのご器量よしでその上おき立ての優しい。 よくできたお方でした。こう申してはなんですが、2年前にこの老いぼれが学校の方の小遣いをクビになりましたときに、お屋敷の方の下男にを引き立てくだすったのも、後で女中から聞いたことですが、みんな奥様のお口添えがあったからでして。なんでも、 旦那様はどちらかというと口やかましいお方でしたが、奥様はいかにも大化の娘らしく、寛大で、しとやかで、そのためにご夫婦の間で口争いなぞこれっぽっちもなさったことがございませんでした。申し忘れましたが、奥様は旦那様と違って生っ粋の江戸っ子で、 ご実家は人形町の呉服屋さんでかなり盛んにお店を張っていらっしゃいます。でまあそんなわけでご夫婦の間にはお子様こそございませんでしたがご家庭はまずまず穏やかに参っていたわけでございますがところがそれがこのごろになって どうしたことか、急に悪いことになり、とうとう奥様は御利益という、まことにまずいお話になってしまったんでございます。いや、まったく、なんだって今更御利益なぞというとんでもないお話になったのか、私どもにはとんと知るよしもございませんが、 ご実家のお父様も2、3度おいでになっていろいろとお話をなさったようでございますが何分かたくなな旦那様のことでお話はできず親元へお引き取りということになったんでございますいやどうもこれがそもそも悪いことのはじまりでした奥様は大変お嘆きになって おめえを真っ赤に泣きはらしながらお父様とご一緒にお帰りになるし旦那様は何か大変不機嫌でろくに口をお聞きにならないという始末私どもも随分気をもんだんですが何を申してもこちらはただの雇い人それに第一何のためのごえんか 肝心要のところがとんと分かっていないのですからお話にもなりません。なんでも女中の角さんの言うところでは何か奥様に不業績があっての御利縁ではあるまいか謎と申しますがしかし私は初めから奥様がそんな方でないことはちゃんと存じ上げておりました。 なるほど、奥様はご器量よしでさすがに下町育ちだけあって万事に日本趣味で神謎もしょっちゅう日本神でお過ごしになりましたがそれがまた何とも言えない粋な中に気品があって失礼ながら校長様の奥様としても申し分ないほどお美しい方でしたしそれに第一また お子様もないことですのでお一人で気軽に外出なさることもよくございましたけれども一旦お天道様が沈んでからというものは一人でお出かけになったことなど決してございませんでしたいや全く私もこの年になるまでには随分いろいろな女も見てまいりましたが奥様のように 大事なところをきちんとわきまえていられる方は、そうざらにはござんせんですよ。いや、どうも、とんだよこみちにそれてしまいましたが。さて、それから大変なことがつづいてもち上がったのでございます。あれは、ごりえんになって、たしかよっかめのことでございましたが。 まだお荷物も片付いていないというのにごえんを苦になさった奥様はとうとうご実家で毒を飲んでお亡くなりになったんでございます。どうもなんとなくお気の毒な次第で何でも後から伺ったことでございますが奥様は簡単な書き置きをお残しになって 自分はどこまで潔白であるがお疑いの晴れないのが恨めしい」というようなことを旦那様宛てにお残しになったということですがそのお手紙を持って人形町からの使いが奥様の休止を旦那様へお知らせに来ました時にはさすがの旦那様も急にお顔の色がさっとお変わりになりました。 いや皆さんところが学者というものの偏屈さを私はその時しみじみ感じましたよ。とにかく命を投げ出してまで身の潔白を立てようとなさった奥様ではございませんか。しんばどのような罪がおありなさったとしても仏様になってからまでそんなにつらくおあたりになることもないんですのに。 ところが旦那様は、一旦離縁した者は、妻でも親族でもないとおっしゃって、青い顔をなさりながらも、名誉心が高いと申しますか、意地が悪いと申しますか、お葬式にさえお顔をお出しになろうとはなさらなかったのでございます。 そうして私どもの気をもむうちにどうやらご実家の方だけでご葬儀も済んでしまいあの取り込みの後の言いようのない寂しさがやってきたのでございますさてこれでこのまま過ぎてしまえば何でもなかったのでございますが実を申しますと 今までのお話はほんの前置きでございまして話はこれからいよいよ本筋に入りとうとう皆様もご存じのような恐ろしい出来事が持ち上がってしまったのでございますところで一番初め旦那様のそぶりに変なところが見えだしましたのは 奥様のご葬儀がお済みになりましてから3日目のことでございました。今も申し上げましたように旦那様は偏屈をおっしゃってご葬儀にもご出席になりませんでしたが旦那様はそれでいいとしましてもお世話になりました私どもがそれでは済みません。それで何とかして。 せめてお墓参りなどさしていただきたいものと存じまして、それとなく旦那様にお願いいたしましたところ、それまで表面はかなり頑固にして見えた旦那様も、さすがに内心おとがめになるところがあると見えまして。では、わしも陰ながら一度もう出てやろう。とおっしゃいまして、 早速お供を申し上げることになったのでございます。申し忘れましたが、奥様の御墓所は谷中墓地でございまして、田端のお屋敷からはさして遠くもございませんので、私どもは歩いて参りましたのでございますが、何分旦那様の学校がお引けになりましてからお供したのでございますので、 館山を越して谷中の墓地に着きました時にはもうそろそろ日も暮れ落ちようという寂しい時でございました奥様のご実家のご墓所の位置は以前にもおいでになったことがございまして旦那様はよくご存じでございますので早速お花を持ってそちらへお出かけになるし 私は井戸へお水をくみにまいったのでございます。ところがお水をくみまして私が一足おくれて御墓所の方へまいろうといたしますとたった今そちらへお出かけになったばかりの旦那様がこう青いお顔をしてあたふたと逃げるように引き返しておいでになり 急に気持ちが悪くなったから、これで帰ろう。自動車を呼んでくれ。とおっしゃるのでございます。いや、どうも、まったくびっくりいたしました。私としましては、せっかくそこまで参ったのでございますから、とてもそのまま引き返したりなどしたくなかったのでございますが、さりとて、 おかげんの悪い旦那様を捨ててもおかれず残念ではございましたがそのまま一旦桜木町の広い通りへ出まして遠回りながらそこから自動車を拾ってお宅まで引き返してしまったのでございました後で考えてみれば少し無理と思いましてもあの時 旦那様だけお返しして、私だけすぐに引っ返してお墓参りをしましたなら、あるいはあの時、人けのない墓地の中で旦那様がご覧になったものを、私も見ることができたかもしれないと、おっかなびっくり考えたものでございますが、何分その時は変だなとは思いながらも、 旦那様のご容大の方が心配でしたのでそんな分別も出なかったわけでございます。さてご帰宅なさいましてから旦那様のおかげんは間もなくお直りになりましたがその日から旦那様のご様子が少しずつ変わってまいったのでございます。いつになって でもお顔の色は妙にすぐれず、おめがちばして、いつもイライラなさっていられるのを見ますと、私どもはまだ本当にお加減はよくなっていられないのだなと思われたほどでございます。そうそう、こんなこともございました。なんでも、 今までは夜分んなんぞいつもかなり遅くまでご所見なさったりお書き物をなさったりなされましたご習慣がふっつりお泊まりになりましてかなり早くから女中に男をおとらせになってお休みになるのでございますそして戸締まり謎につきましても今までより一層神経質になり 厳しくおっしゃるのでございます。気のせいか、そして日ごとにご様子のおかわりになっていく旦那様のおそばにおりながら、私どもは、ただわけも分からず、おどおどいたすばかりでございました。いや、ところが、こうしたまるでボタン灯籠の新三郎のような不吉なご様子は、 そのまま4日ほどもだんだん高まりつづいてとうとう恐ろしい最後の夜がまいったのでございますいやまったくいま思い出してもぞっとするような恐ろしい出来事でございました何でもあの日女中のすみさんは千葉の里から兄さんが訪ねてきまして 一晩お暇をいただいて遊びに出かけ、旦那様のお世話は、この老いぼれが一人でお引き受けいたしたのでございますが、6時ごろに夕飯をお済ましになりますと、旦那様はご書斎から何か書類の束をお持ち出しになって、明日から2、3日、学校の方を休みたいと思うから、これを、 早稲田の上田さんへお届けしてお願いしてきてくれ。とおっしゃるのでございます。上田様とおっしゃるのは、学校で旦那様の代理をなさる先生でございます。まだその時は時間も早うございましたし、2時間もすれば十分帰ってこられると思いましたので、早速お引き受けいたしまして。 田畑駅から早稲田まで出かけたのでございます。むろん私は平素のお指図ど通り戸締まりはきちんとして表門謎も固く閉ざして勝手口からこっそりと出かけたのでございますが何と申しましても旦那様をお一人で残しておく謎というのはそもそも了見違いだったのでございます。 ご用を済まして帰ってまいりましたのが、意外に遅くなって8時半。てっきり旦那様にお小言を受けるに違いないと、舌打ちしながら、急いで廊下をご書斎の前までまいりまして、扉の外から、行ってまいりました。恐る恐る、お声をかけたのでございます。ところが、 おんがございませんもう一度声をかけながら扉を開けてお部屋の中へ一歩踏み込んだ私はその時思わずはっとなって立ちすくんだのでございますどこへお出かけになったのか旦那様のお姿が見えませんいやそれどころかお庭に面した窓のガラス扉が へ押し開けられてその外側の窓枠にはめてあるはずの頑丈な鉄棒が見ればなんと数本抜き取られて外の闇がそこだけ派手な島となって嘘のように浮き上がっているではございませんか私は思わずドキンとなってその方へ進みかけたのでございますが 進みかけてふと傍らの解放されたふすま越しに畳敷きのお居間の中へ目をやった私は今度はへなへなとそのままその場へくずれるようにかがんでしまいましたお居間の床柱の前にあおむけに倒れたまま こと切れられている旦那様を見つけたからでございます。お姿は二目と見られないむごたらしさで、亮のおめを何かまるでひどくすごいものでもご覧になったらしく、カッとお開きになったまま、おめ玉が半分ほども飛び出して、お顔の色が土色に変わった。 ていいるではございませんか見渡せばお部屋の中は大変なありさまで旦那様もかなり抵抗なさったと見え枕や座布団や火箸などがところ構わず投げ出されているのでございます。さあそれからというものは一体私は何をどうしたのか今から考えてもさっ やっぱりその時の自分の取った処置が思い出せないのでございますが何でも私の気持ちが少しずつ落ち着いてまいりました頃にはもう大勢の警官たちが駆けつけて調査がどしどし進められ世にも奇怪な事実が見つけられていたのでございます何でも警察の方のお調べによると 旦那様のところへやってきた恐ろしいものは明らかに一人で庭たを履いてきたというのでございます。それは表門の近くの生け垣を通り越して玄関勝手口を回って庭に面した書斎の窓に至るまでのところどころの湿った地面の上に。 同じ一つの庭げたの跡が残っていたからでしかもその庭げたの跡は歯と歯の間に鼻緒の結びの跡がいずれも内側に残っていてひどく内側のすり減った下駄であることがすぐに分かったというのでございます私は警察同士で語り合っているこの説明を聞いた時には 思わずぎくんとなりました。それは前にも申し上げましたようにお亡くなりになりました奥様は日本趣味で髪もしょっちゅう日本髪に言っておいでになったような方で歩き方も今どきのご婦人には珍しい純粋な内股でいつもお履物が すぐに内側からすり減ってかなわないとおっしゃっておいでになったのを思い出したからでございます。私は思わずぞっとなってこのことは口に出すまいと決心いたしました。親指ほどの太さの鉄棒はみんなで三本抜かれておりましたがそれは三本とも ほとんど人間離れした激しい力で押し曲げられて窓枠のほぞから外されたと見えそれぞれ少しずつ中ほどから曲がったまま軒下に捨ててあるのを見ましたときに私は思わず震え上がってしまいましたところで今度は旦那様のご以外でございますがこれは まことにむごたらしいお姿で、なんでも、頭の骨が砕かれたため、脳震とうとかを起こされたのがご死因でもう一つひどいことには、お首の骨がへし折られていたのでございます。このほかには別にお傷はございませんでしたが、けれども、 そのかたく握りしめられた右手のひらの中からなんとも奇妙な恐ろしいものが見つけ出されたのでございます。おそばにそっとかがんでみますとそれはなんと右手のひらの指に絡みつくようにして握りしめられた数本の長い 女の髪の毛ではございませんかそしておまけにその髪の毛からはほのかにあの懐かしい日本髪に使う香り油のにおいがしているではございませんか私はふと無意識で頭を上げましたこのお部屋は十畳式で 床の,の間向かいの壁よりのところには何か取り込み中でまだご整理のできていない奥様のおたんすやきょうだいが遠慮深げに油んをかけて置かれてあったのでございますが香り油のにおいを嗅いでふと思わず頭を上げた私は何気なしにそのきょうだいの方へ目をやったのですがそのとたんに またしてもドキンとしたのでございます。見れば今まで気づかなかったその兄弟の燃えるような派手な友禅の兄弟かけがつやめかしくパッとまくり上げられたままであり、下の引き出しが半ば引き出されて、その前につげしが一本投げ出されているではございませんか。思わず立ち上がった私は、 兄弟の前へ駆け寄るとかがむようにしてあらためてあたりの様子を見まわしたのでございますが引き出しの前の畳の上に投げ出された告げしにはなんと旦那様のお手に握られていたのとまったく同じ髪の毛が34本不吉な輪を作ってすき残されておりました。 いやまったくその時私はたった今しがたその兄弟の前に座って澄み切った鏡の中へ姿を映しながら乱れた髪をときつけて消え去っていった恐ろしいもの,の姿がありありと目に見えるような気がして思わず身震いを繰り返したのでございますところでこの時私は ままたたししても忌まわしいもいいわののを見つけたのでございます。それはこの兄弟の前に来て初めて見つけることができるような部屋の隅の畳の上に落として踏みつぶされたらしい真、まあ、新しい線香それも見覚えもない墓前用の線香が半分バラバラになって散らばっているのでございます。 なんという忌まわしい品物でございましょう。私は思わず目をつむって、誰へともなく心の中で手のひらを合わせたものでございます。そして私はもうこれ以上これらの忌まわしい思いを自分一人の中に包みきれなくなりまして、折から私へのお調べの始まったのを幸いに、奥様のご利益から、 お亡くなりになった午後よう、続いて、あの谷中の墓地での旦那様のおかしなご様子から、今日、今、ここに至るまでの、君の悪い数々の出来事を、逐一申し上げたのでございます。すると、それまで私の話を黙って聞いていた筋金入りの検証をつけた警官は、 傍らの同僚の方へ向き直りながら「どうもこのおじいさんは亡くなられた奥さんが幽霊になって出てこられたと思ってるらしいんだね」そう言ってにたりと笑いながら再び私の方へ向き直って言われるのですなるほどおじいさんこれだけむごたらしい殺し場は生きている人間の技とはちょっと思われないかもしれないね。 しかしこれも考えようによってはただの女一人にだってできる仕事なんだよ例えばねあの窓の鉄棒を抜き取るにしたって何もそんなお化けじみた力がなくったってよくある手だがまず2本の鉄棒に手ぬぐいかなんかを輪のように回してしっかり縛るんだそしてこの手ぬぐいの輪の中に何か木片でも差し込んで ギリギリ回しながら手ぬぐいの輪を締め上げるんだすると2本の鉄棒はすぐに曲がって窓枠のほぞから外れてしまう何でもないよそれからこの死人の傷にしたって何か重みのある凶器で使いようによっては十分こうなるそれからまた内側の減った下駄にしても何も内股に歩くのは こちらの奥さん一人きりというわけでもないだろう。わかったねじゃあ一つこれからその亡くなった奥さんの人形町の実家というのへ案内してくれそこにいる女を片っ端から叩き上げるんだ警官はそう言ってがっちりした体を揺すり上げたものでございますところがこの時今まで旦那様のお祝いを調べられていた わりに若いお医者様らしいお方がやって来られましてふいに「警部さんあなたは何か勘違いをしてられますよ」とテキパキした調子で始められたんでございます例えばあなたの鉄棒を曲げるおつですね聞いてみればなるほどごもっともですその手でやれば2本の鉄棒は 人間の力で十分曲がりましょう。しかし今あの窓で曲げられているのは三本ですよ。三本曲げるにはどうするんです。え今あなたのおせでは二本しか同時に曲げることはできないのですから。二本とか四本とか六本とか、つまり偶数なら曲げられるが、一本とか三本とか五本とか、奇数ではどうしても一本きり余りができて、 手ぬぐいいの輪をかか。けることもでできないではありませんかだからあれはそんな泥棒じみたからくりで抜いたんではありませんよ本当に魔物のような力でやったんですそれから例の下駄の件ですがねあなたはあの下駄を履いた内股歩きの女が人形町辺りにいるようなお見込みですがしかしこういうことを一応考えてくださいつまり 下駄の裏の鼻緒の結び跡が残るほど内側が減るには一度や二度履いただけではなくいつも履いていなくちゃならぬわけでしょうそうするときょうだいに向かって乱れた髪をときつけて帰っていくようなたしなみを知っている普通の女がいつでも庭たなんぞを履いてしかも人形町あたりでぞろぞろしているというのはちょっとおかしくないですか そう言ってお医者さんは急に部屋の隅へ行かれて畳の上から例の忌まわしい線香の束を拾い上げると今度はそいつを持ってつかつかと私の前へやって来られていきなり「あなたは谷中の墓地にある亡くなられた奥さんのお墓の位置を知っていますか?」と聞かれたんでございます。 抜き打ちのご質問にびっくりした私が声も出せずに黙ってうなずきますとこの若い利口そうなお医者様はではこれからそのお墓まで連れて行ってくれませんかと今度は警官の方へ向き直ってこの線香の束はまだこれから使うつもりの新しいものですよひとつこれから谷中の墓地へ出かけて こいつをここへ忘れていったその恐ろしいものにぶつかってみませんか。とまあそんなわけでそれから十分ほどのちにはもう私どもは警察の自動車に乗って深夜の谷中墓地へやってきたのでございます。墓地の入り口のずっと手前で自動車を乗り捨てた私どもはお医者様のご注意でい お互いに話をしないように静かに足音をしのんで墓地の中へ入ったのでございますがちょうどその時雲の切れ目を漏れた満月の光が見渡す限りの墓標をしらじらと照らし出して墓地の周囲の深い木立が折からの夜風にさわさわと揺れるのさえはっ きりと手に取るように見え始めたのでございます。いや、まったくこの時のものすごい景色は、案内人で先へ立たされていた私の頭ん中へ、一生忘れることのできないような、なんて申しますか、印象とかいうものを焼きつけられたんでございます。ところが、それから間もなく。 奥様のお墓の近くまでやってまいりました私はふいにぎょっとなって立ち止まったのでございます。見ればまだ石灯の立っていないために心持ちくぼんで見える奥様のお墓のとこから嫁にもほのぼのと青白い線香の煙が立っているではありませんか。あ たしかあの煙の立っているところでございます。もう私は案内役ができなくなりましたので、そう言って震える手で向こうを指さしながら皆様に先に立っていただきました。するとお医者様が真っ先になってどしどしお墓のところまでおいきになりましたが、立ち止まってのぞきこむようにしながら、こんなことだろうと思った。 そう言って私たちへ早く来いと顎をしゃくってお店になりました。続いて駆けつけた私たちは一目お墓の前をのぞき込むとその場の異様なありさまに打たれて思わずぼうぜんと立ちすくんだのでございます。黒黒と湿った土の上に 斜めに突き刺された真新しい奥様の外葉の前にはこの寒空に派手な浴衣地の寝巻きを着て長い髪の毛を頭の上でちょこんと結んだ一人の異様な相撲取りが我と己の舌を噛み切って仰向きざまにぶっ倒れていたのでございます。 手遅れでしたよお医者様はそう言いながら無造作な手つきで死人の体をまさぐっていられましたがやがてふと外場の前のもう既に燃え尽きようとしている線香の束の横から白い手紙のようなものを取り上げるとそいつを広げて黙って警部さんの方へ差し出されました。 無論その手紙は私も後から見せていただきましたが何でもあまり達筆ではございませんでしたがそれでも一生懸命な筆跡でごひいきの奥様いきさつはご実家の旦那様からお伺いいたしました。 私めのためにとんでもないぬれぎぬをお着せになったお恨みは必ずお晴らし申します特別ごひいきにしていただきました私めのこれがせめてものご恩返しでございます大体そんなことがその手紙には書いてあったのでございますいやまったく 相手がお相撲取りと知ってからは、大きな下駄のあとを庭下駄だなんて騒いでいた連中がおかしいみたいでそれにこれは後から奥様のご実家の旦那様から伺ったんでございますが何でも下駄の内側をすり減らすのは相撲取りに多いのでそれは相撲取りの一番力の入るところが 両足の親指の付け根だからだそうでございます。それから奥様のご実家は皆様そろって相撲好きで舌をかみ切って死んだその相撲取りはご実家で特にひいきにしていらっしゃる茨城部屋の2枚目で小松山という将来のある力士だったそうでございます。いやどうも。 奥様の幽霊の正体がお相撲取りとは思いもよりませんでしたがそれでも私は奥様が不行席をなさるようなお方でないことは初めから固く信じておりましたようなわけでこうして事の起こりがひいき相撲と分かってみればやっぱり私の考えが正しかったのでございます学者気質で かたくななだんなさまにはおかわいそうにどうしてもひいきずもうのじゅんなきもちというものがおわかりになれなかったのでございましょう。やれやれとんだながばなしをいたしましたな。ではここらで。 ご無礼さしていただきます。